はい、どうもおはようございます、達郎です。まあ先日の動画からですけども、郡島に来ておりますよ。海綺麗ですね。最近ですね、僕がいつも投稿しているプラットフォームにノートというものがあるんですけれども、このノートでちょっとお話ししたことについて、まあ、動画にもしていこうかなと思います。なんか僕そのよく友達と喋ったりとか知り合いと喋ったりするとき、物欲とかないのって言われるんですけど、僕物欲がね非常に薄いんですね。ないわけではないですけど非常に薄い、あれ欲しいこれ欲しいっていうのは基本的にあまりないんですよ。でこの物欲が薄いっていう状態、いわゆる欲がほとんどない状態っていうのが、僕はすごいこれはこれで気に入ってるんですけれども、じゃあお金にも興味ないのっていう質問はね、十中八九来るんですよ。十中八九来て、それはね難しいところで、僕はお金はもちろん必要ですよ。ただその過剰にいらないっていうのがあって、ただ過剰に欲しいっていうものは1個だけあって、これがね可処分時間なの。難しい言い方をしてる人、要は時間です。時間が過剰に欲しいっていうのがあって、多分普通に生きてるとね、生活をしていると時間を多く得るかお金を多く得るかっていう選択に迫られる時めちゃくちゃあると思うんですよ。例えばそうだな、例えば副業をするってお金を多く得るけど時間を失ってるんですよね。いわゆる時間を切り売りしてるんですよね。アルバイトとかで副業する場合は、投資とかだったら別ですけど、いやそれはお金は得ることはできるけど時間をその分失っているっていう状態なわけですよ。それかお金はもう生活できるぐらいの最低限なものとして確保して、とにかく自分が自由に使える時間を確保したいっていう場合って、最低限の暮らし、シンプルな暮らしをして自由な時間を増やすっていうやり方。僕これ前者か後者どっちかって言われたらね、圧倒的に後者なんですよ。時間をとにかく確保したいんです。でこれなんでかっていうと、別にしたいことをする時間が欲しいっていうのはもちろん大前提としてありますよ、あるんですけど、それもそうなんですけど、時間を確保する方に走った方が最終的に金銭的な利益を確保することができるっていうのがね分かってるんですよ。っていうのを僕の場合って、仕事をしながらその自分のね、YouTube の撮影に行ったりする必要もあるわけですよ。大変ですね撮影に行ったりする必要もあって、でこの撮影の時間とかで、あと沖縄ビレッジのイベントがあればそれにちょっと顔を出したりとか参加したりとかっていう時間も必要になってくる。いわゆる僕はとてもつもなく時間が欲しいんですね。でももしこの時間を確保することができたら、YouTube の、動画をたくさん出すことができる。簡単な言い方をしますけど、YouTube の動画を、たくさん出すことができる。たくさん出すことができると、YouTube を見る人が増える。 YouTube を見る人が増えると広告収益が発生する。プラス沖縄ビレッジに興味を持ってくれる人が現れる。いわゆる沖縄ビレッジの認知が広がる。そうすると沖縄ビレッジに参加してくれる人がいる、出てくるとかとか、あとはなんか僕の沖縄ビレッジクリエイトチームっていうチームがあるんですけれども、映像を作ってるんですけれども、とか写真とかこういうのの依頼が増える。いわゆるその時間を確保してその活動をしたことによって最終的に金銭的な利益になってるわけです。でもこれって僕が例えばなんか今の仕事プラスなんか副業みたいなのでアルバイトとかバッてやったら、単純にお金増えますよ。単純にお金増えるんですけど、僕の自由な時間って何もなくなっちゃって、結局やりたいこと何もできないまま精神的ストレスが溜まっていく。でもなんかお金はなんか時給いくらでみたいなんで増えていくだけなんですよね。それは僕すごい嫌なんですよ。だからよく聞かれるんですよね、お金と時間どっちが欲しいのって言われたら圧倒的に時間。でも時間欲しいのって、ああそうなんだ、なんか遊びたいんだとか自由な時間欲しいんだっていう、まあそれももちろんそうなんですけど、それよりも自由な時間っていう可処分時間を先に得た方が最終的に金銭的利益になって返ってくるっていうのが分かっているから欲しいんです。だから当たり前ですよね、時間も
金銭的な余裕も欲しいなんて人類の多分当たり前だと思うんですけど、もしそれを本当に得たいのであれば、絶対時間を多く作ることを優先した方がいいです。なんかどうしてもね、お金をと思ってたくさん働いたりとか副業したりとか投資に手を出したりとかっていう人多いと思うんですけど、それするより絶対今時間を多く作って、その時間を自分でやりたいことに当てたら、最終的に金銭になって帰ってきます。もう多分これほぼ間違いなく言える。僕が結構トライアンドエラーを繰り返してやってきた結果たどり着いた、理論です。まあ当てにならないかもしれないですけど、ですのでね、そういう面悩んでる人は一度ちょっと試してみてほしいなと思います。という動画です。余計なお世話かもしれませんが、参考にしてください。はい、動画以上です。